どうも、中田です。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 はい、奥月一緒に伊沢です。まあ、というわけで今回ですね、みんなで旅行に行きたいと思います。イエーイ。まあ、でもタクシーは東大生なんで置いてきます。タクシーは置いてきます。もちろんなんで読んだみたいになってるけど、まあ、ほんまに旅行に行くと叩かれちゃうんで、今回はバーチャル旅行と題して Google マップとストリートビューで僕は旅をします。僕らで今からね、どこの国に行くか話し合って、その国のね、街の風景とか、まあ、どこでもいいんですけど、画像をスクショしてバーチャル背景にさせてもらうんで、それを見て当ててくださいっていう、昔クイズノックであったかなかったかのような企画ですね。見事タクシーがその場所を当てれたら、みんなで Google ストリートビュー旅行ができるっていう商品付きです。というわけで旅行に行っていきたいと思います。というわけで、メケトパセロイズ。国連難民高等弁務官事務所、スイスのジュネーブです。でまず、まあ、僕らで旅行行くか決めるんですけども、今どこ行きたい？これでもメキシコかな。俺メキシコやりますか。一応画像は僕ら別地点でそれぞれ3枚用意してますんで、回答は3回まで行けます。じゃあ伊沢呼ぶよ。ガチで暑い。いやもうやばい。暑い。着きましたね。俺めっちゃ綺麗で、ここ海。いやお前めっちゃ綺麗とこいるやん。いいな、めっちゃ綺麗で、ここお前やばないこれ。ホームセンターの空気めっちゃ涼しい。うわ、飛び込むで。うわ、最高に効いてるわ。え、タクシーまだ日本にいんのお前？なんだよ、お前がいねえと旅始まんねえんだからさ。旅始める気のない場所にいるでしょ、花尾さんは。ちげえ、まずその間は憂いなしってことで、キャンプに備えてネジとか買いに来たんだよ。フェリー乗ろうよ、一緒にみんなで。お腹空きましたよ、ご飯食べに行きましょうよ。いやいや、まずは絶対キャンプの準備からでしょ。これで伊沢、これ場所分かった天才だと。それよりタクシーちょっと早くゴールしろよ、お前がいると。いや、ほんまお前、え、この時点でなんかその推察みたいなある？もう行っちゃっていいんじゃないの、これ。マジか。マジで。え、マジで。もう当たるんでしょ、これ。え、すごい。怖っ、お前、怖っ。じゃあ問いましょうか。僕たちは今いるでしょうか。メヒコ。正解。え、マジか。すごい。マジで当たったね。キムのやつかな。どういうこと？後ろにタキリアエラプログレッソって書いてあって、タキリアってタコス売る店なんですよね。はいはいはい。マジ？そうなんですよ。はい。キムの画像チョイスも結構絶妙な感じだった。花尾さんの画像チョイスの絶妙じゃなくて半端ない。他のはもうちょっとマシやったけど。タクシー、ご褒美としてですね、メキシコ旅行を堪能したいと思います。よし、じゃあみんなでメキシコに、ほら来ました、ほらメキシコ来た、ほら。ほら、ご褒美だよこれ。やばすぎる。ほら、楽しいぞ、ほらタクシー。いや、俺たちなんでメキシコ来て住宅街で。いや、楽しかったね。いや、楽しかった。じゃあ次の国に行きますか。じゃあタクシーはメキシコで待っててください、しばらく。オッケー。いやー、暑っ。暑っ。いやー、暑いっすねー。マジパンパ、マジパンパ入ってるわこれ。いやー、もうやばいわ。タクシーどうよこれ、どうよこれは。むずいぜこれ。むずいよ。まあとりあえず言っとくと、ストリートビューをマクロな状態でポチッと押したら、もう大体こんな風景になる。全部こんな、全部こんな風景、大体こんな風景になる。多分南半球な気がするんですよね。縁側さんのやつ、これが午前なのか午後なのかってのは、これがなんとなくの雰囲気で、うん、午後っぽいなと思ってる。方位地震が出てるんで、東側に太陽が午後にあるってことは南半球じゃねって思った。なるほど、その読みえぐ。すごいな、その読み。2枚目いきます。2枚目いきます。行こう。もうこれです。いやでもいいとこ来た。俺、いやうわ、なにこれ、さらにビジネスやんみたいな。俺迷彩色になっちゃったよ。国土がでかそうな感じすんだな。絶対ちげえもん、花尾さんの2枚。じゃあ3枚目いきます。はい。いやどこすかそれって。ちょっと言語入れた。英語教育的な何かを行ってるっぽかった。
これで当てたら東大王伊沢拓司すごいってことになるわ。いやこれ当てたらすごいと思うマジで。あと俺たちが言いたそうな国っていうのも結構ある。はい、言いたそうな国で英語教育してるってことは英語圏なんだな。いけるいける。おっそれではいきますよ。僕たちはどこにいるでしょうか。コンゴ民主共和国。残念。違うか。まあそうだよな、言葉もちゃうしな。でも惜しい惜しい惜しい。いやちなみに言うと相当惜しい。あのうわ惜しい、やば相当惜しい。そのあたりだろうなと思ってんだよな。オッケーオッケーオッケー。隣接はしてる。行くぜ。いやここだって。はい来た。ルワンダ。違うか。あのちなみに言うとより惜しくなりました。より惜しいでもリスナーはもう分かってるんじゃないかっていうレベル。 これ聞いたら最後当ててください。僕たちはどこにいるでしょうか。ブルンジ。タクシー。はい。この曲はもうやめだ。うわマジかっそー。現地解散。俺らが好きなのはウガンダだろ。俺たちが国旗クイズやった時のウガンダ。俺のウガンダやのお前。ウガンダ。うわ知らねえのかよお前。しかも面積が広いって言ってたのになぜ狭い国にいてしまった。俺はもう旅行、バーチャル旅行できひんかったんやけ、VR の。もう頑張ればいけるから、ウガンダすぐ。じゃあもう次で最後だ。次で最後。次で、次で最後にしよう。じゃあ、次で最後にしよう。あえてさ、日本のめっちゃ分かりづらいとこ行く。全然。それあり、それあり、それあり。それありました。それありました。俺たちと伊沢とのこの頭脳バトル。最後ここかっていうね。俺、東大の森入れた。あ、ユニバーサルスタジオジャパンとかだったけど。ちょっとおもろいそれ。探してみますか。これわかる。これそれなんすか。富士山。これ富士。いやー楽しいな。ここはすごい。いや超楽しい。ワイドさんの画像が珍しくなんかヒントたっぷりな感じするんだよ。後ろにアメリカ国旗たなびいてるもん。さすがにアメリカってことはねえだろうけどよ。いや逆になんかこれしかなかったわ。なんかもはやこれしかなかった。逆に俺もこれしかなかったほんまに。え僕これ以外も全然ありましたよ。この周りぐるぐる回ってればいくらでもこんな画像あるんで。確かに確かに。リンガーさんの画像がねまだ全然把握できない。えこれでも俺結構その国においては結構大事なところに来てると思う俺今。いややっぱ俺コーヒーとか飲みてー。いやー確かにな。いやーちょっともうちょっと下がって飲みに行くか。うわあ。え痛い。わかるわかる。じゃあ3枚目いきますか。これさすがにわかると思うねんな、うん、どこやねんお前。どこっすか。どこやねん。絶対ないんとこれ。おいやお前これ悪もんやわ。悪もんやな。じゃあ俺も行くで。待てこれ大ヒントやな。大ヒントやわ。バンザーイ。あった。俺あった。あーまさしく東大元暮らしってやつですかね。ほんまや。わーやばすぎる。花尾さんが何驚きなのか全然わかんないもん。あ、分かった。じゃあいくよ。なるほど。僕たちはどこにいるでしょうか。日本国内旅行してんじゃねえよ。イエーイ。ユニバーサルスタジオジャパンです。でもね俺 USJ 全然わかんない。マジでこんだけ出して。どこでわかった逆に。キムの画像で分かって。これ普通にね東急リバブルって書いてあるんだよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。